せーの、せーで、こんにちは、姉です。妹です。みあいでーす。びっくりしてる。はい、今日はですね、開封動画です。はい、何のですか。私の開封動画です。念願のたまごっちを買いました。イエーイ、おめでとう。ずっと欲しかったので、1ヶ月ぐらい毎日調べまくって、どこでどれを何を買おうかなっていうの、うん、でやっと手に入れることができました。じゃーん、かわいい。色は、うん、ピンク、水色、どっちにしようかなって迷ってたんだけど、うん、結局その時赤しかなくて、え、うん、赤で、でももうすぐ欲しかったから。あ、そうなんだ。でもかわいい。かわいいよね、めちゃくちゃ。これ愛用しだね。そうなんですよ、そうなんです。このラメラメのやつで、ということで開けていきたいと思います、うん。これ昔やってたやつと同じサイズ？いや、多分ちょっとちっちゃい。ちっちゃいよね。そう、なんかね、中身も欧米版だから、へー、ご飯とかも英語で出てくるの。かわいい。そうなんだよ。英語のが良くない？そうだよ。だからみんなそれをさ、買うんだよ。あ、そうなんだ。で、そのサイズ感的にも、ファッションの一部になるみたいな。ははー。大きすぎないから。なんかさ、ガチャガチャとかでもさ、たまごっちのなんかこんくらいのなのか知らないけど、うん、ガチャガチャのやつあるじゃん。あるみんながさ、つけたりするじゃん、カバンに、うん。なんか、あんまりさ、知らないからさ、正直さ、動かせるやつか、そういうキーホルダーなのかわかんない。見分けつかない。じゃーん。おー。ちっちゃい。かわいい。本当は、今出てるあの実際にうちらが使ってたさ、こう携帯型のやつあるじゃん。あの赤外線通信できてる、うん、上がこういうのついてるやつでしょ。 それが8月に出たから、うん、それが欲しかったんだけど、本当にそれはもうね、ない。かわいい、かわいい。そっちについてみる。かわいい。ここについてんだ。よし。あー、かわいい。ちっちゃい、丸っこいね。びっくりした、びっくりした、びっくりした。あ、おばちゃんね。結構丸っこいね。でね、これがね、なんかね、この1って書いてあるじゃん。うん、これ1と2があって、その種類によって、キャラクター、成長するキャラクターが決まってる。あ、これはもう決まってる。そう、マメッチと口パッチが欲しかったから。そうなの？え、お姉ちゃん、メメッチじゃなかったっけ、子供の時。メメッチだった。メメッチ推しだったよね。いないの。あ、そうなの？そう。私、たまっちじゃなかった。マメッチ、マメッチ、マメッチ、私マメッチ推しだった。そう、だからこれにした、こっちにした。んー、じゃあいいですか。え、いいよ。引っこ抜いてみます。もう始まる？多分始まるんじゃない？多分。じゃあもう今日からもう飼育係。もうそう。おや？しかも最初のお母さん。お母さん。今日からお母さん。そう。で、最初の赤ちゃんの時期って本当に5分おきぐらいに呼ばれるんだって。あ、びっくりした。お世話しないといけないから。こっからもう始まったらお忙しいお母さん、そう、忙しいお母さんになります、うん。じゃあ行きまーす。待って、こっちでも見たいよね。かわいいでしょ。かわいいね。マジで。いきます。もう飲むよ。おいで。卵。今卵が出現しました。出現。これなんかどうやら5分ぐらい待つみたい。え、なかなか生まれないらしい。ということで、じゃあちょっと生まれるのを待ちたいと思います。早送り止める？早送り、どっちでもいいよ。もうないで。ほら見て、たまごっち。かわいい、かわいい、かわいい。たまごっちってさ、いまだにこのさ、白黒なの？違うよ。だよね。そうだよね。新しいっていうか、新型バージョンはカラーで腕につけたりして、うん、腕につけるのいいな。あの、お預かり保育とかできたり、腕につけた方が可愛い。それも迷ったの。忙しい、アップルウォッチ。まあそうなんだよね。でもそれは1万円ぐらいするんだよね。で、結構あの時間かけてこだわってやりたくなっちゃうと思うから、あ、気軽じゃないなって思って、とりあえず手始めに一番小さいやつ。赤可愛くない？うん、可愛い。ちょっと赤とピンクっぽくて、なんか衣装とかにつけても可愛いかな。買う？お母さんだもんね。そうそうそう、踊るお母さんだもん。
踊るたまごっちママだもんね。そう、なんか MC の時とかピンってなっちゃって、あっちちゃった生まれない。止める一回、長い、止めよっか一回、うん、え、でもさ、見逃しちゃうかもしんない。確かに撮ってないくなっちゃうパターンもあるから。え、そうだね。あ、なんかさ、あれだ、なんか時計合わせたりしてた、みんなこの生まれる間に。30秒、約5分後、たまごっちが誕生します。え、時計合わせるまで誕生しない、時計セットしてから5分後だって。パンパカパーン、あとちょっとで生まれるはずです。あれ、おかしいね。早く見ないな、こっちで見て。あ、生まれました、かわいい。ということで、ちょっとお世話をして、これをあげて、すぐ、なんて忙しいんで。あ、でも一応呼び出しサインは消えました。ちょっと状態を見てみます。体重とか、お、ハングリー、ハート満タンになった。お、ハッピーもハート満タンになりました。ということで、こんな感じです。この子を育てていきたいと思います。パンパカパーン。はい、ということで今日は姉のたまごっち開封動画でした。はい、この子を大切に育てていきたいと思います。頑張ってください。ということで、また見てね。バイバイ。